これが青サンゴなんですよ。上が青サンゴ。そう、そしてね、こちらが現在の青サンゴです。沖縄より南にしかいません。そしてこちらは1500万年前の青サンゴの化石です。どうも、明けましておめでとうございます。仕事を掘り出してそうなんです。今日目的は何ですか？今日はね、ものすごく重要なね、南から来たパンダの一番重要な証拠となっている青サンゴの入っている大きな石灰岩が、去年のね、集中豪雨で観察できない状態になってしまったので、その姿勢を回復するんです。1月4日で33人の人最終的に集まります。素晴らしいですね。なんとか、はい、どういう作戦ですか？ここの下に青サンゴの綺麗な面があるんですよ。はい、ここ綺麗でしたよね。これがもっと大きくたのが台風で、これを20度ぐらいから30度ぐらいぼーっとこう回復したんですね。はい、そうするとこのぐらい見てこれ青サンゴが綺麗に見えるんで、そういうために周りから徐々に邪魔な石をどかしてます。この私の足の下に5トンの青サンゴがいます。今までは台風の前まではこのぐらいで見えたんですけど、今はこんなで、これを最終的には20度ぐらい起こそうと。そのためこれが邪魔なんです。5トンのこれが邪魔なんです、これを動かすためこれが邪魔なんです。いいと思う。すごい具沢山ですね。本日ありがとうございます。あ、炭火焼きフランクフルトですか？はい、そうです。ありがとうございます。じゃあいただきます。わ、じゃあくださいな。あ、ありがとうございます。すごい走り方もやったよ。やりましたね。それこそ万歳万歳だよ。奥までずっと見える？ずっとありますよ、ほら。あ、本当だ。あんな下に隠れてたんじゃん。こんなあるんですよ。ここら辺なんか隠れてたからもうすごい青いですよ。本当だ。
ね、今までここしか見てなかったんでね。ここだけですよ、ここだけ。あ、大したもんだね、ほんとでかい軍隊だったんだね。終わらなかったですね。やっぱね、今後はストップとか、みんなあったんですよ。